ゲーム、ファイッ、イザナギオンラインのお時間です。よし、今回は、今までの動画とはちょっと違った遊びをしようかなと。だから結構長くイザナギオンラインやってきたんですけど、はい、もっとみんなと遊びたいなとほういうことで、ほう、なんと今回、はい、アップバンクギルドを作っちゃいました。おお、そっち、そっち、作った目的としては、結構皆さんやプレイされてるんですけど、うん、ギルドってまだ入ってないんじゃないかなと思って。ああ、なるほど。あの、僕も最近ギルドに試しで入ったんですけど、はいはい、ギルドに入るといつ入っても仲間がいるし、うん、あの、特にやることなかったりしてもチャットとかしてて楽しいし、ギルドのアジトをみんなで拡張したりとか、あの、上の人から装備をもらって、で、自分よりレベルの人に自分が使ってた装備をあげたりして、もうね、スムーズにゲーム進むし楽しいし、でいいね、すごいいいと。で、ちょっと、あの、みんなにもギルド体験してもらいたいなと思って。まだ入ったことない人、ね、うん、入ったことない人のためにギルドを作っちゃいました。おお。で、このギルドは、お試しギルド、僕は結構土日にやるタイプなので、はい、ギルド作ってもずっと維持できないんですよ。ああ、その平日にこまめに何かやったりとか。そうなんですよ。なんで、こう、2月は頑張るけど、あの、3月までずっと続けるのはできないなと思って、お試しギルド1ヶ月限定で頑張って毎日ログインしてみんなと一緒に遊ぶっていうギルドにしたいと思っていますと。え、毎日？そう、できるか、まあ、もちろん、あの、仕事で入れない日はあると思うんですけども、できる限り毎日。へー、はい、じゃあ、そのギルド入ったことない人が入って、そうです、ね、ギルドってどんなものなのかっていうのを体験できるみたいな、はい、そうです、そうです。1ヶ月限定の、1ヶ月限定ですね。へー。なんで、で、ギルドいいなって思ってくれたら、次に入るギルドを探して、うん、で、抜けますって言って、ギルドに入っていってほしいなと。なるほど。じゃあ、ファイターギルド塾なわけだ。そうですね。へー。まあ、僕も結構ギルド初心者なところもあるんですけど。あ、じゃあ、まあ一緒にみたいな。そうですね、一応この準備のために他のギルドに入れていただいて、それで、今日に至るんで多分大丈夫だと思います。なるほど、はい。で、あ、まあ、ギルドに入った方と一緒に遊んだりとか、はい、で、一緒にギルド拡張して、で、記念写真撮ったりイベントしたりと。おい、ですね。バーベキューしたい。バーベキュー、バーベキューはできないですけど。できない。あの、チャットしてクイズとかいろいろなんかイベントしたいなと思ってますね。チャットでクイズできるんですか？いや、あの、普通にクイズで、あ、問題を出して、ね、誰か はい、早押しというか。そうですね、今からギルドメンバー限定でこのアイテムをどっかに隠したか見つけてこいとか。あ、そういうの楽しいじゃないですか。そうもしくはファッションコンテストしたりして、こう、優勝者に何かあげますみたいな。多分僕のキャラクターもそんなレベル高くないんですけど、まあ、まだギルドに入ってない方はそんなレベル高くない方が多いかなということで、結構いいものは出せるんじゃないかなと思っています。なるほど。あの、普通のイザナギの遊びを一緒にやりつつ、ボスとか倒せないボスをみんなで一緒に倒しに行ったりしつつ、そういうギルドならではの遊びをしていって、まあ、イザナギを一緒に遊ぼうぜと、そういう企画です。素晴らしい。ゲームファイターさん素晴らしいですよ。もう重ね重ね言うんですけども、2月いっぱいなんで、2月1日から募集を開始して、3月の1日には、ちょっと、あの、ギルド消すっていうのはちょっと寂しいので、はい、あの、全員、あの、自分以外ギルドメンバーがいない状態、強制脱退になります。なるほど、はい。で、一応皆さんに楽しん、あの、ギルドを体験していただきたいという趣旨なので、うん、もしギルドがいっぱいになってしまった時は、もしかしたら半月ぐらいで最初の方に入った人の中ではやめていただくことになるかもしれません。まあ、その点、まあ、そこはっていうことですね。ご了承ください。はい、わかりました。はい、ただそこからね、ギルドの楽しさを知ってもらった人が、ね、新しいギルド作るとかもできるわけですよね。全然ありですよね。作ってそこから広がるのもいいし、すでにあるギルドに入ってまた楽しむのもいいっていうわけで、そうですね、まあ、かなり広がりますよね。多分同じギルドに入ったらみんな仲良くなれると思うんで、うん、例えば5人ぐらい仲良くなったグループで新しいギルドを作ってもいいし。なるほど、なるほど。はい。まあ、そのあたりはもうギルドを作ってイザナギをより深く楽しんでいただきたいなというところです。はい。そして、肝心の募集方法なんですけども。そうですね、重要ですね。はい、今この場所西平原の浜辺なんですけども、はい、はい、この場所で、募集いたします。で、その時間は、ツイッターで告知いたします。ゲームファイターの、そうですね、僕のアットゲームファイ、このアカウント、はい、これをフォローしてください。はい。で、2月1日は、最初の1日なので、3回に分けて、1時間1時間1時間で合計3時間募集しますと。はい。で、それ以降は、いっぱいにならなければ随時
あのツイッターでじゃあ今日も募集しますという形で、募集していって、いっぱいになったらいっぱいになりましたとツイッターで報告して、欠員が出た時に、随時募集ということになります。なるほど。それでですね、もう一つ気をつけていただきたい、あ、まず、ギルドの名前ですね。はいはい、ギルド作りたてファイターちょめちょめ団じゃないです、アップバンク。なんかすごい今じゃないですって、すごい早かったけど、はい、すいません、アップバンクです。なんでアップとバンクの間にスペース空いてるんですか。これはですね、アップバンクで名前が捉えてからです。すでにすでに、あ、なるほど。よくね、はい、アップバンクに将来入りたいとか言ってくださる方結構いらっしゃるんですけれども、はい、アップバンクのスペルが違うとかですね、 なぜか謎のスペースが入っているとか、はい、僕のことですね、結構ありますので、はい、あのスペース空きませんので、きません、はい、本当は空きません、はい、だけど、イズナギのアップバンクギルドはスペースが空きます。わかりました、はい、ここお間違いなきをよろしくお願いいたします、はい、そしてですね、勧誘するのは、ギルドマスターであるこのゲームファイター、小文字でゲームファイターというキャラクターだけです。このスペルですね、この人だけ、はい、なんか紛らわしい人とか、はい、ちょっと勧誘されたらちょっとその人の名前をちゃんと見て、はい、でなおかつ、あ、ギルド名、あ、アップバンスペースバンクだと、はい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 、確認してから、入ってください。そうですね、もしかしたら、はい、ちょっとゲームファイターじゃなくて、そうですね、ゲームファイターとか、そうですね、ゲームファルターとか、ファルターとか、正月イベントの時いましたからね、はい、あとギルド名もよく見るとアップスペースバンクじゃないとか、そうですね、あると思いますので、 A が小文字だったりとか、はい、はい、ぜひご確認はお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは皆さん、ぜひ振るって、ギルドにご応募ください。はい、一緒にイザナギオンラインを遊んで、どんどんゲームを盛り上げていきましょう。はい、男性と女性どっちがいいとかありますか。全然ないです。本当ですか。僕は全てのオンラインゲームプレイヤーは男だと思ってプレイしてます。少し昔話をすると、はい、僕ファンタシースターオンラインってゲームをやってたんですよ、 PSO。 はい、はい、もうすごい古いゲームなんで多分言っても大丈夫だと思うんですけど、で、20人ぐらいのチームで遊んでたんですけど、はい、オフ会っていうのがあって、はい、秋葉原で集合するんですよ、はい、そうしたら全員男だった。そのネット上ではあれなんか女性なのかなみたいな、そうそうそう、 女キャラとかをずっと使ってて、その頃僕純粋だったんでこの人は女性なんだなって思ってたんで、みんな男だったっていうね事件があってから、全員男だと思ってやってるんで。なるほど、はい、分かりました、まあ、でもゲームの世界に入ったら男女関係ないですよ。関係ないですね、うん、楽しめばそれで終わりと。イザナギ好きな方、はい、でギルドをちょっとやってみたい、試してみたい方、そうですね、ぜひお待ちしております。はい、お待ちしております。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは、告知のゲームファイターのツイッターでの告知をお待ちくださいということで。あ、そうですね、そうですね、はい、はい、こうがっつり合います。マジっすか。はい、マジっすか。マジです。ギルドを大きくして、ギルドのレベルを上げるとギルドルームアジトっていうのが作れるんですよ。そことかでみんなで集まってチャットしたりとかできるようにしたいですね。なんかそういうなんか専用の場が、あ、そうなんですよ、できるんですか。みんなで成長されるとそういうのができます。へえ、はい、それなんかギルドメンバーだったらなんかなんて言うんですか、連帯感というか上がるし、なんか仲間のなんか、ね、ウェーイみたいなやつも来ますよね。そうですよ。へえ。そこでね、会議開いちゃったりして。じゃあまずギルドマスターをゲームファイを不信任の方みたいな。ちょっと待って、ちょっと待って、そこに行くの、不信任決議が。そしたらそういうの勘弁してください。わかりました。はい、はい、鋼鉄、鋼鉄、鋼鉄されたら、まあ、ギルド閉じるしかないですね。はい、はい、まあ、冗談ですけれども、はい、一応なんか特別僕が個人でやることなので、イザナギオンラインの運営さんとかそういったものとは全然関係ない、本当にプライベートなギルドです。わかりました。アップバンクって名前がついてますが。わかりました。はい、なので、この件については運営さんに問い合わせても何も来ません。はい、わかりました。はい、イザナギを盛り上げたいということで、僕は今月はギルドやりますと。 OK です。ぜひいらしてください。おいっす。それではギルドメンバー募集の告知でした。おい、ファイッ。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします。私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にも様々なイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄から。
チェックできますので、ぜひともご確認ください。現地で参加できるイベントもありますので、機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけファイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですので、ぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。